分かりやすさを検証するために今およそ3件ぐらいの位置にいます。この辺で3件かな、3件の位置にいます。この位置から打ってみます。このように持ちます。そしてもうね、どう投げようとかどう打とうとか打法なんて関係ないんです。このまま適当に打つ。この場合どうめちゃくちゃに打とうが届けば刺さると思います。もう一度いきます。正直な話をすると、これだけ大きな羽をつけるとどうめちゃくちゃに打っても投げても届けば刺さります。もう一度いきます。かなり余裕を持ってまっすぐ刺さっているのが分かると思います。4件という距離は手裏剣で打つには少し遠くなってくる距離なんですけれども、こういったものをつけてしまうと全く苦もなく届く距離です。片手にカメラを持って適当に投げてもこれだけまっすぐ刺さります。角度を変えて正面から少しカメラを上に向けてありますので、この飛んでる軌道が映ればいいなと思ってます。いきます。大きく揺れてこのブレがだんだん小さくなって直線距離が長くなる、そういったものなので、大きくブレているように見えて非常にまっすぐ刺さります。もう一度いきます。打法だとか投げ方、打ち方、そういったものは関係ありません。届きさえすれば刺さる、そういった種類のものです。もう一度いきます。このように刺さるときにはまっすぐ剣が立ちます。手裏剣に巻物を巻いたり房をつける、こういったものの意味を考える上で、一度非常に極端に大きな羽をつけてみました。とても面白い飛び方をしたと思います。4件手裏剣で打つにはちょっと長くなる距離なんですけれども、適当に投げれば刺さってしまう、それぐらいの性能です。届けば刺さってしまう、もちろんね、4件以上でも問題なく刺さります。この形状、後ろに広がっていて中空、これをこの効果を残したまま小さくしていけばいいわけですよね。これも一つの考え方だと思います。この巻物に矢羽のような効果、つまりこれと同じ効果、これを持たせたい、だからまあ軽量素材もついてますけれども、この効果がね、今見ていただいた効果が保ったまま最小化できれば非常に面白い、非常に性能のいい手裏剣ができると思ってます。
ただやっぱり何事もやりすぎは良くないというか、あまりね軽い素材などを継いでしまうと今度は壊れやすくなったりとか、そういった問題も出てきます。だまあ単純に距離を伸ばすだけだったらこれでも十分ということになります。ただね、まあ見た目的にもそんなにかっこいいものではないです。ちゃんとね意味を持たせる、この巻物、糸を巻いたものに意味を持たせるとしたら、例えばこういう考え方もあると思います。そしてフサ、このフサに関しては前回私がお話をした通り、今のところ私はこの空気抵抗でしかないと思ってます。これで倒すためのものだと思ってる。ただしこのフサにもこれと同じように安定させる効果、それを持ってつけるという考え方もある。実際にそういう考え方でつける方もいると思います。ですので私はちょっと今このフサに関して考え方をちょっと変えてみて、これと同じ効果が持たせられないかなと、そう考えています。ちょっとね今までとは違う作り方、違う考え方になるんですけれども、実現できれば面白いですよね。空中での姿勢を安定させて飛ばす、そのためにこういったフサ、巻物、こういったことを、こういったものをつける、つまり手裏剣の性能をより引き出せるとなると、とても面白いものだと思います。今日の動画は一旦ここまでにします。次回この続きとしてこのフサ、これの考え方についてまだ話したいこと、それから実験してみたいことありますので、それをやってみたいなと思います。今日は一旦この巻物、これの効果、これを見ていただくために極端に大きなもの、これを作って遊んでみました。次回また見ていただけると嬉しいです。それといつも高評価グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。